毎月の支出の半分をコスメに当てる女、どうも、アリちゃんです。はい、本日の動画はですね、コスメオタクの私の一軍毎日メイク紹介していきたいと思います。私ですね、普段からいろんなコスメを試すようにはしてるんですけれども、ここぞって時はね、絶対このメイクを使うよっていうね、一軍コスメのみを今日は厳選してご紹介していきたいと思います。去年ね、発表した2022年のマイベストコスメだったり、あとはね、最近見つけてめちゃくちゃいいなって思ったね、お気に入りコスメとかもたくさん紹介しているので、もしよかったらぜひ最後までご覧ください。それでは動画スタート。はい、そしたらまず最初こちら使っていきます。キアナナデシコのキアナかくれんぼ下地です。はい、もうこれはですね、私の2022年下半期マイベストコスメ、プチブラ編にランクインさせていただきました。もうめちゃくちゃおすすめ。ちなみにね、最近私ツイッターでもね、この下地めちゃくちゃ良かったよって投稿したらね、 1.9 万いいねぐらいついた SNS バズコスメにもなりました。これを化粧下地塗る前にキアナに仕込んでおくことで、マジで仕上がりのキアナのね、カバー力が全然変わる。あと毛穴落ちもね、だいぶしにくくなります。中身はこんな感じで、テクスチャーはね、結構プニプニしています。塗る前の毛穴の状態がこんな感じ。もう見てわかる通りね、しっかり毛穴確認できると思うんですけど、これをこのまま直接塗っていきます。このベース自体に色味とかはついていないので、色のカバー力とかはないんだけど、これ単体塗るだけでね、結構毛穴がぼやける感じはね、するかも。匂いとかもどこについてないので、すごい使いやすいと思います。はい、塗り終わりました。塗ってみるとね、こんな感じ。これを塗っただけで毛穴が消えるとかではないんだけど、すっぴんと比較すると確実にぼやける。で、この上からさらに化粧下地ファンデーションと塗ると、仕上がりがね、全然変わってくるので、この仕込みはめちゃくちゃ重要です。そしたら反対側にも塗っていきます。なんかこういうさ、毛穴専用の下地って他ブランドからもね、ちょいちょい出てはいるんですけど、私はね、今のところ毛穴デシコのやつが一番好き。はい、そしてお次、化粧下地がですね、最近はこちらめちゃくちゃ気に入ってます。ティルティルのマスクフィットトーンアップエッセンスです。なんかさ、もうすでにさ、ティルティルの化粧下地めちゃくちゃいいって結構 SNS って話題になってると思うんですけど、実際に使ってみたらね、これめちゃくちゃ良かった。ちょっと気が早いけど、1月のお気に入りコスメにこれ絶対ランクインします。この下地ですね、こっちがエッセンスタイプって言って、もう一個クリームタイプってやつもあるらしいんですけど、両方とも共通して、これ化粧下地ではあるんだけど、ファンデーションがなくてもこれ1個でベースメイクが完成するようなノーファンデ下地が特徴らしいです。出してみるとこんな感じで、エッセンスの方はテクスチャーは結構緩めです。で、現時点ではこれね、1色展開しかないらしいんですけど、この色味自体はね、結構ピンクベース寄りの色味かなとも思います。だからね、ちょっとね、伸ばすとね、気持ち少しだけトーンアップ効果もある。 SPF は 30PA が 2+ で、これ香りもついています。なんかね、いいスキンケアの香りっていう感じで、香水っぽい香りとかオーガニックっぽい香りではないんですけど、でもね、香りは結構強め。この下地の何が気に入ったかって、もう本当にね、これめちゃくちゃ下地だけでもね、十分肌綺麗になる。ノーファンデでも大丈夫ですよってね、説明文に書いてあったんですけど、それがね、納得できるぐらい、この下地1個で仕上がりがめちゃくちゃ綺麗でした。今ちょっと軽く伸ばしてみたんだけど、伝わるかな？なんかね、薄膜が広がったかのような、結構ね、軽い使用感ではあるんだけど、なんだけどね、めちゃくちゃ肌が綺麗に見えるんですよ。はい、塗り終わりました。仕上がりこんな感じです。まあ、こういうニキビ跡とかはね、全然カバーはされてはいないんですけど、毛穴に関してはね、これ下地だけでも結構カバーされます。今ね、肉眼で結構しっかり見てもね、ここあたりの毛穴に関してはね、ほぼほぼカバーできてる気がする。そしてさっきもね、言ったように、これ少しだけトーンアップ効果もあるので、くすみだったりとか色ムラとかもね、この下地だけで結構カバーもされます。で、これ仕上がりの質感はね、ツヤタイプの下地だとは思うんですけど、でもね、なんかこの肌のペタペタ感っていうのかな、ペタペタ感も結構控えめで、どちらかというとちょっとサラッと感も感じるかも。私は使用感はね、これすごい軽いです。なんかティルティルといえばさ、やっぱクッションファンデーションが有名なイメージだけど、個人的にはね、クッションよりも下地の方が好きかもって思ったぐらいには、下地ね、結構こう良かったですよ。なんで最近はね、この使用頻度かなり高めです。ティルティルの下地だけで仕上げてもいいらしいんですけど、私は毎回ファンデーションもしています。で、ファンデーションがね、最近よく使うのがこちら、スピキュアの V3 シャイニングファンデーションです。はい、こちらはですね、イノスピキュールっていう天然バリが配合されているクッションファンデーションです。これね、発売当初はね、かなり話題になったコスメなんですけど、まあ、最近はね、別にもそんな目新しい感じのコスメではないかなと思いつつも、やっぱりね、
ね、私ね、仕上がり V3 めちゃくちゃ好きなんですよ。だからなんやかんやね、戻ってきがち V3 に関しては。で、この V3 ファンデーションにもいくつか種類があって、多分ね、この黒パッケージの方が有名かなと思うんですけど、違いとしてはこの黒パッケージの方が仕上がりのツヤ感はアップします。で、一方ね、こっち側の方が黒パッケージの方と比較をして、カバー力と密着力はこっちの方がアップします。なんで、まあこれはね、好みかなとも思うし、私もね、全然ツヤ感もっと出したいなって時はね、全然黒を使ったりするんですけど、今日はね、カバー力と密着感をね、アップしたこっちの方を使っていきたいと思います。でね、これ開けるとこんな感じで、ここをね、ギュッと押すと、あ、もう全然出てこない、あ、出てきた。はい、こんな感じでファンデーションが出てきます。でね、確かね、この V3 のファンデーションに関してもね、下地不要だった気がするんだけど、急いでる時はね、下地省いたりもしちゃうんですけど、今日は下地の上から塗っていきます。 V3 ファンデーションね、使ってるとハイが配合されてるってことは、つけてる時チクチクしないんですかとかね、聞かれたりもするんですけど、つけてる時のチクチク感は全くありません。もうほんと普通のクッションファンデーションっていう感じ。え、でもわかりますか、この仕上がりの綺麗さ。本当にね、 V3 はマジでめちゃくちゃ仕上がり綺麗なんですよ。はい、版画をつけてみました。仕上がりこんな感じです。まあ、確かに黒パッケージの方と比較をすると、ツヤ感はちょっと落ちるは落ちるんだけど、でもこのぐらいね、しっかり光沢感出るので、私はこれでももう十分なのかなとも思うかも。カバー力もしっかりあるし、綺麗なツヤ感も出るし、まあ、持ちに関してはすっごく高いっていうわけではないんだけど、でもまあ、その適度にね、ちゃんと化粧直ししたりとかすれば全く問題ないとも思うし、全然ね、汚く崩れたりはしないです、 V3 に関しては。だからなんか、私は長時間お出かけする時とかも全然V3 はよく愛用しています。まあ値段がね、これ確かね、1個8000円、9000円ぐらいするんですよ。まあそこだけね、ちょっと高いなとは思うんですけど。はい、そしたらですね、もうだいぶね、肌トラブルはカバーされてはいるんですけど、ちょっとね、ここあたりね、ニキビ跡気になるので、部分的にコンシーラーも使っていきます。で、最近使ってるコンシーラーがこちら、アディクションのスキンリフレクトフィックスコンシーラーの3番の色味です。これはね、まあ、比較的アディクションから最近出たコンシーラーなんですけど、リキッドタイプのコンシーラーになります。で、これをね、この気になるニキビ跡のところに上からちょんちょんちょんとつけていきます。で、なんかね、私に関しては指でね、コンシーラーをなじませるよりも、こういうクッションのパフとか、あとコンシーラーブラシとかでね、つけた方が綺麗に仕上がるので、そのままさっき使った V3 のね、このパフでなじませていきます。 V3 のクッションもね、だいぶカバー力はあるんですけど、やっぱね、こういうね、ピンポイントでカバーしたいところとかには、アディクションのコンシーラー重ねた方がよりね、しっかりハイカバーになる気がする。はい、塗り終わりました。塗ったらね、こんな感じ。塗る前と比較したらね、だいぶカバーされましたね。はい、そしたら次パウダーがこちら、 VT のシカノーセバムマイルドパウダーです。これもね、2022年下半期マイベストコスメのプチプラ編にランクインしたフェイスパウダーです。フェイスパウダーもね、いろんなね、デパコスのいいやつとかたくさんあるんですけど、なんやかんやね、このね、ノーセバムパウダーが一番ね、マスクにもつきにくくなるし、毛穴もしっかり消えるし、陶器肌に仕上がるからね、私は相性がいいんですよ。あとサイズ的にもね、すごい持ち運びもしやすいので、マジで私こればっか使ってます。本当にこれはおすすめ。 V3 で作ったツヤ感とかをね、消したくないから、私はね、いつもこの毛穴周りのここの部分と、あとほうれい線の部分、あとね、ここの顎がね、すごいね、マスクと相性悪くて、すごいね、よれやすいので、ここの部分だけつけていきます。まあもう現時点でだいぶね、毛穴はカバーされてるんですけど、こっからね、さらにこのマイルドパウダーをつけ足すと、じゃん、こんな感じになるんです。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。肌の凹凸が滑らかになって、よりね、仕上がりが綺麗になったの伝わりますか。もうマジでこのパウダーね、ほんと凹凸とか毛穴とかにね、すっごく相性いい。ほうれい線の部分にもね、こうやってしっかりパウダーを埋め込んで、テカリにくくさせておきます。で、最後は顎。はい、そしたら次はアイブロウやっていきます。で、使う商品がこちら、セザンヌのノーズ&アイブロウパウダー5番コーラルブラウン使っていきます。で、この時にも絶対に紹介したいのがこれ、アディクションのアイブロウブラシの2番なんですけど、これめちゃくちゃおすすめ。このブラシでアイブロウを描くだけで、マジでテクがなくてもアイブロウね、いい感じに決まるんですよ。まあ、セザンヌのこのノーズ&アイブロウパウダーに関しては、私結構ね、もともと自前がはっきりしてるので、ちょっとピンクをね、足したいんですよね。でも正直ピンクを足したいっていうだけで、まあ、ピンクが入ってれば、まあ、特別ね、セザンヌじゃなくても代用効くかなと思うんですけど、アディクションのこのブラシに関しては、マジで代用が効かない。そのぐらい、これ、このね、ツールがアイブロウに関して
ましてはめちゃくちゃ重要です。ちなみにブラシをねアップにするとこんな感じです。毛自体はねここは結構短めなんですけど、すごくね密度が高いブラシになっています。でブラシ自体もね全然チクチクしていないです。密度がねすごくねしっかりとあるせいか、このねツールで描くと簡単にねふわっと眉が描くことができるんですよね。じゃあ早速描いていきますね。まずこのブラシにパウダーを取って、簡単にスクリューブラシで毛流れを整えたら、あとはねもう本当にこのまますっと描くだけ。本当にこっからここをねずっと繰り返してるだけなんですけど、いい感じにボケて色が乗ってくれるので、すごい簡単にねアイブロウが決まるんですよ。今左右にねこうやってスライドさせただけなんですけど、一旦仕上がりこんな感じ。でもめちゃくちゃ簡単なんですよ。でもねちょっとねここあたりもう少し毛足したいなって時とかは、最後にこういうねもうちょっと細かいところに塗れるアイブロウブラシで部分的にねちょっと足したりとかはするんですけど、でも基本的にはね今紹介したアディクションのブラシでマジでこと足ります。このブラシはですね、あのヘアメイクアップアーティストさんの愛用率もめちゃくちゃ高いです。私もこれね最初に買ったきっかけは、知り合いのねヘアメイクさんがめちゃくちゃこれいいよって教えてくれて買ったんですけど、マジでこれは本当におすすめで、眉毛描き終わったらデジャブのアイブロウマスカラの5番で軽くね上からアイブロウマスカラも塗っていきます。アイブロウマスカラもねいろんな種類があるけれども、やっぱりねデジャブのこれがね、このブラシのね細さ、この通りねすごく極細ブラシなんで、やっぱりね塗っててね塗りやすいですね。よく使いがちこれも。はい、そしたらお次アイメイク入っていきます。アイメイクはまず最初にすることがこちら、タコットのクレヨンコンシーラーライトオークルの色味で涙袋のベースを描いていきます。そう、これはですねチャコットから出ているクレヨンタイプのコンシーラーなんですけど、色展開がいくつか出ている中でもこのライトオークルって色味はコンシーラー以外にもハイライトだったりとか、あとは涙袋のベースとしてもね使うことができます。ペン先もねこの通り丸っこいので、目の周りに描いてても全然摩擦感とかは感じません。何もしない状態の涙袋がねこんな感じなんですけど、じゃあまずはこちら側に描いていきますね。もう本当にねこのまますーっと涙袋のところに描くだけです。軽くね今こうやって右から左に引いただけでこのぐらい色が乗ってくれます。そしたらこれを指で軽くなじませる。はい、すると仕上がりこんな感じになります。まだ特にねここに影ライナーとか書いてないんですけど、これだけでもねだいぶ涙袋ぷっくりしましたよね。あとねやっぱ一緒にねこのね元々あったクマとかも一緒にカバーできるので、必ずね最初にベースでこのチャコットのコンシーラーを描いていきます。そしたら反対側にも描いて、アイシャドウはねこの2つを使っていきます。まずはこちら側からジル・スチュワートのブルームクチュールアイズタイムレスグローの15番と、こちら側がボビーブラウンのアイシャドウ14番トーストの色味です。アイシャドウに関してもね結構いろんなものを使ったりはしてるんですけど、今日はねこのジルの2023年春コレクションのアイシャドウを使っていきたいと思います。全体的に明度高めの温かい色で構成されたパレットアイシャドウです。そうなんでね、こっちの方はねまあ結構気分によったりとか新作によってねいろいろ変えたりはしてるんですけど、こっち側ですね、じゃん、このボビーのねこの14番トーストの方、これはね結構毎回使ってるかも。これもですね最近ツイッターにめちゃくちゃ良かったって投稿を出したらね、いいねがね2.2万件ぐらい来たバズコスメなんですけど、 TWICE のヘアメイク担当ウォン・ジョンヨ先生がね底見えしてるアイシャドウだったんですよ。それをねきっかけに私購入したんですけど、この色ね締め色として使うのめちゃくちゃ良かった。じゃあ実際に使っていきたいと思います。はい、そしたらじゃあまずはジルのアイシャドウから塗っていきます。ジルのアイシャドウの特徴としてはねこの真ん中ですね、ここの真ん中がアイシャドウベースになっています。なので最初にねアイシャドウベースをまぶた全体にのせていきます。はい、ジルスチュアート塗り終わりました。仕上がりこんな感じです。
せたらポピーのアイシャドウを取って下の染め色を描いていきます。アイシャドウの染め色で少し延長した先のここと黒目の下のこうやってつなげた部分のここの空白を塗っていきます。はい、仕上がりこんな感じになります。このボビーの締め色がすごくちょうどよくないですか。この色味しっかり締まってはいるんだけど、でもきつすぎない、こういうねすごいちょうどいいね柔らかい感じの締め色ね、私ずっと欲しかったんですけど、でもマジでようやく見つけました。正解はね、ボビーブラウンアイシャドウ14番トーストっていう色味でした。皆さん、はい、そしたらジェルライナーでアイライン締めていきます。使うのがエテュセのアイエディションジェルライナー11番です。エテュセ使うんですけど、まあ、正直ねジェルライナー絶対エテュセじゃないと無理っていう感じでもなくて、結構お気に入りはいくつかあります。エテュセとかキャンメイクとかファシオとかいろいろねそこは使い分けてるかも。目尻を軽く引っ張ってまつげとまつげの間に細かく入れていきます。でちょっとジェルライナーに関しても目尻は気持ち長めに描きます。そしたらお次スザンヌの各二重アイライナー20番で涙袋ライナーも描いていきます。私はもともとねここあたりにはちょっと自然と影が入っているので、足りてないここあたりを中心に影を付け足していきます。で描いたらこうやってしっかりぼかしてあげます。はい、そしたら次マスカラですが、マスカラはこの2つ使っていきます。ピメルの美容液マスカラスタジ N と同じくピメルのパーフェクトロング&カールマスカラ N 使っていきます。はい、こちらはねもう私の SNS で何回も紹介してきている、私がアドバイザーを務めさせてもらった通称嘘つきマスカラです。もうピメルのマスカラは私ねアドバイザーになる3年前ぐらいからずっとベスコスに入れてるぐらいめちゃくちゃ大好き。と一緒に使っていくのが同じくねピメルから出ているこちらマスカラスタジですね。これを最初ベースに仕込んでいきます。嘘つきマスカラ単体でもカールキープ力は全く問題はないんですけど、最初にねベースを塗ってた方が束感がね結構出やすいことに最近気づきました。ブラシはこんな感じでストレートタイプになっています。これを最初軽くバーっとまつげ全体につけちゃいます。ピメルのマスカラ下地はね気持ち少しだけちょっとね白っぽくなるんですけど、でもがっつり白くはならないです。はい、塗るとこんな感じ、結構束感綺麗に出るんですよねピメルの下地って。そしたら反対側も同じことをやっていきます。先にマスカラ下地で簡単に束感のベースを作っておいて、で乾いたら上から軽く嘘つきマスカラを塗っていきます。はい、下地と合わせると仕上がりこんな感じになります。こんな感じで束感がね結構しっかりとあってしっかりカールされてる状態が個人的にはすごく好きです。ピメルのマスカラに関してはねほんと全然ダマにならないと思うので、もしよかったらぜひぜひ試してみてください。はい、そしてお次リップがラカのフルーティーグラムティント108番ソルティーの色味使っていきます。リップに関しては本当に長い期間ずっとラカを使ってる、そのぐらいラカが大好き。実際に塗ってみるとですねこんな感じで、なんかしっかり発色はされてるんだけどちょっと薄膜っぽいような仕上がり。そしてこのねツヤンツヤン具合、ラカのリップはかなり好きですね。もうずっと愛用してます。ちょっとねリンゴっぽい香りがするので香りに敏感な方はちょっと注意です。時間の経過とともに少しずつ薄くはなってはいくんですけど、でもこれリップティントなので色持ちもね普通にいいです。なんだけど何回もね重ねすぎたりするとちょっとね夜あたりになると少しね色がたまるっていうのかな、ここあたりにね少しもろもろが出てきちゃったりとかそういうね時もあったりするので、重ねる時はね一回ちょっとベースを整えてから重ねたりすると色がね綺麗に続くと思います。はい、でチークはこちらフォレンコスのヘビーブラッシャー2番の色味使っていきます。これねすごい愛用してて最近ついに底見えしたんですよ。だいぶね明度高めのピンクベージュのチークを愛用しています。黒目の下と鼻のねここの延長線上あたりを中心にチークをつけていきます。で何もついてないブラシでちょっとここの境界線あたりをなじませます。
で、お次シェーディングがこちら、ネイチャーリパブリックのバイフラワーグラデーションシェーディングブレンドブラウン使っていきます。開けてみると中身がこんな感じで、シェーディング自体にグラデーションがついているタイプの商品です。で、これをこのまま取って、フェイスラインと首のこのちょうどね真ん中あたり、この自然とすでに入っているこの影の部分を濃くする感じでくるくるくるっとなじませていきます。この時は結構大きめのブラシを使った方がいい感じにぼやける気がする。反対側も同じく、で、小鼻周りにもシェーディング入れていきます。ここをもっと立体的にしたいので、ここの部分と、あとここの陣地の部分にシェーディングをつけていきます。で、ハイライトがこちら、ローラ・ミルシエのトランスルーセントルースセッティングパウダーライトキャッチャーのミニサイズ使っていきます。私が持ってるのはこれミニサイズなんですけど、通常サイズも販売されています。で、これ開けてみるとね、こんな感じでパウダーになっているんですけど、これね、肌につけるとめっちゃツヤ出るんですよ。ほら、わかりますか？この光沢感。このぐらい結構しっかりと光沢感が出ます。この粉をブラシを使って立体的に見せたいところにのせていきます。つけます。すごくないですか？この光沢感。めちゃくちゃツヤ出る。やっぱ綺麗なんだよな、ローラのパウダーのツヤは。はい、ローラのパウダーつけると仕上がりこんな感じになります。かなりねツヤ感と立体感が出たかなと思います。そしたら最後こちら、フジコのデコシャドウを使って生え際の部分のシェーディングをしたら完成です。この商品もね2022年下半期のベスコスに入れたんですけど、こうやって取ったらここですね、こういう生え際の部分にポン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 としていくだけで、この通り簡単にね髪の生え際を調整することができるんです。かなりさ自然にさ、ここの元々あった隙間埋まってませんか？元々ねおでこがかなり広めなんですけど、これをすることでめちゃくちゃね小顔詐欺になるんですよ。めちゃくちゃ詐欺してんのに全然バレないから、これはねもう本当に買ってからマジで毎日使ってる。全体的にねつけるとこんな感じなんですけど、前髪でこうやって隠しちゃえばかなりね自然に仕上がります。はい、ということで私の最近の一軍毎日メイク終了になります。完成形はね、こんな感じです。はい、1個でもね、気になったものがあったら、ぜひぜひチェックしてみてください。本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったよとか参考になったよって方は、高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、皆さんまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。